万事董卓め、国を不幸にし権力を弄して万民を苦しめようとも無礼なり提言。うん、はっ。やあやあ、こちらはひざまずけ。まったく、あの呂布さえ得られれば天下は我が物になろう。くそ。董卓殿、呂布と私は同郷にござります。呂布は武芸には秀でておりますが知恵はなく、自分の利とあらば義を忘れるものゆえ私が説得いたしましょう。呂布を説得できると申すか。はまさに天の助け。しかし一体どうやってあの呂布を寝返らせるのだ。董卓殿には相場関鳥羽が鳴らせられます。呂布を釣るためぜひあの関鳥羽を。関鳥羽をか。呂布を売るにはあの馬がいると申すか。董卓殿、呂布は当代一の優勝です。武将であるなら一に兵刀、二に馬、三に鎧と申します。この三つは武将になくてはならぬものでございます。今日呂布が乗っておりましたのはありふれた馬ゆえ、きっともっと良い馬を欲しがっておりましょう。それに関鳥羽は董卓殿にはただの貢ぎ物ですが、戦場を駆け巡る武将にとっては命と同じほど大事なものにござります。呂布の持つ宝天画劇と身にまとう十面鈍刀連環外はありふれたものではないものの、馬だけはまだ名馬を得てはおりません。関鳥羽を得れば虎に翼も同様。呂布を得たいと思われるなら名馬である関鳥羽でなければなりません。呂布に誠意を示さねばなりません。董卓殿、ぜひ呂布に関鳥羽を。関鳥羽に加え珠玉を添えて欲を出させ、こちらにつく理を悟すならば、必ずや呂布は提言を裏切り殿のもとへ参ります。天下を取るためならば馬など惜しくはありません。よかろう、関鳥羽をやろう。
てくれ。すまんな。しかし、リシク兄が訪ねてこられるとは。早く思考を持て。どうぞ、行こうか。あのような素晴らしい馬を誠に片付けない。このお礼はいかにすればよろしいでしょうか。王権は勇者に帰し、名馬は英雄に属すも、そなたは当代一の猛将、関鳥もまた名馬中の名馬であるゆえ、そなたに属すのが当然じゃ。では、時の経つのは早いものだが、リシク兄者は今何を。今は古本中郎将の職についている。おお、それはまた素晴らしい。ああ、それでそなたの方は。今は天元の下についている。ああ、